森田先輩、スイートピーって知ってます？スイートピー？うん、知ってる知ってる。有名なドールピーでしょ。小柄で華奢で可愛くて、作ってる歌も本人のイメージにぴったりだし、そりゃ人気出るわって感じだよね。スイートピーは、その、太ってないんですね。太ってるなんて全然、なんていうかな、可憐な感じだよ。可憐か。確か本名もお嬢様みたいな感じでしたよね。二条院静香でしたっけ。それは私も知らない情報。本名は二条院静香って言うんだ。二条院静香、あれどっかで聞いたことがある気が。マジか。思い出した。背脂こってり超大盛りギトギトラーメンでおなじみのラーメン三郎で伏せ丼する常連さんだよね。攻めたね、ラーメン三郎は。と全然違いますね。私たちスイートピーを探してるんですけど、夢かわいいくせにラーメン屋で伏せ丼するんですか。まあね、夢かわいいかもしれないですもんね、いわゆるサブロー系が。違う違う、たまたま同姓同名なだけでしょ。二条院静香ってすっごい油ぎっしなデブのおっさんだよ。サブローの取材に行った時に写真撮ったもん。あれ、うそ、おかしいな。確かに写真撮ったはずなのにデータが消えてる。なんで。ちょっと言う、その電話私に貸しちゃって。あ、この前の妖精、やばい、写真撮るの忘れてた。写真なら後で好きなだけ撮らせてあげちゃうから。消えたデータ戻してあげるってば。どういうこと、アリア。メビウスには現実世界と隔絶するためのファイアウォールがあるんだよ。メビウスでの新たな記憶や人生と矛盾する現実の情報に触れちゃったら、ここが偽物だって気づかれちゃうでしょ。私ならそのセキュリティを一部解除することができるってわけで、いくよ。ティア、これで現実のデータにもアクセスできるよ。二条院静香、二条院静香と、あ、本当だ、あった。アリアっていうの、あんたすごいじゃん。ほら、これが二条院静香の写メだよ。すっごいテカってる。もし本当にこの方とスイートピーが同一人物だとしたら、現実と性別が違うってことですよね。なるほどな。外見に関しちゃただ昔に戻るだけだと思ってたが。僕もそうだと思い込んでました。考えてみれば確かにそういう理想もメビウスなら叶うわけですもんね。私はてっきり、あの、みんな現実でもその姿なんですか。違うんですか。私はこのままですけど。私は違わないけど。当たり前だろ。さっきから何の話してんの。結局このおっさんとスイートピーが同姓同名だから何なの。ああ、説明が面倒ですね、これは。それよりナルコ先輩、ビキッドって知ってます。名前だけは知ってるよ。学士の中でも謎に包まれた正体不明の存在、ミステリアスだよね。実は今からウィキッドが駅前でゲリラライブするらしいんですよ。
僕、彼と知り合いなもので極秘情報なんですけどね。ちょっと見てこなきゃ。でも帰宅部のことも気になるし、一体ここが何なのかも結局聞いてないし。あ、っていうか君、鍵ピー疑惑の響圭介くんじゃん。まあ君のことも気になる。あ、僕たちしばらくここで買い物してるんで行ってきていいですよ。あ、本当？あ、じゃあ行ってくるね。絶対待っててよね。おいおい、ゲリラライブって本当か？はい？嘘に決まってるじゃないですか。さあ、部外者を安全な場所に避難させたところで三月ウサギに向かいましょうか。お前、悪いやつだな。これケンスケやったな。あ、なかった。何か字が彫ってあるようだ。かすれているが、どうにかギリギリに読むことができる。え？人の仕業であることは間違いない傷跡だ。不思議扱いだわこれ。不思議いただきました、ありがとうございます。ケンスケ、調子はどうだ？ぼちぼちやりますよ。で、そう、このラピッドファイヤーをね、覚えました。どんな感じ？おお。結構連射するね。行きますよ。よっしゃ、任せろ。決める。ただ攻撃が出るまでに若干時間がかかる感じかな。なるほどなるほど。でレベルもいい感じに上がってきてるんだよね。もう20超えちゃいました。あ、もっと言ってくれ。こっから先は一般の方は通れますよ。これはフラワープリンセスの皆様がご愛用なさっているフラワーハンケチーフ。あなたもスイートピー様と同じキュートな心を持つ人だったのね。失礼いたしましたわ。よーし、通れそうですね。そろそろパーティーが始まるから私たちはもう行きますわね。それでは3月先でお会いしましょう。で、結構ここも広いかな。一応戦いながら行きますか。サポートよろしく。さあ、ジャストアナウンス。これか、攻撃プラス34。何でもくっつく接着剤、ガロンアルファと書かれてる。不思議すぎるわ。もういろんな意味で不思議だったわ今のは。よーし、ということね、一通りねマップ埋めたと思うんで行きますか。ここで間違いないみたいですね。奥の方が例のフラワープリンセスたちで、トンシャってかコンビナートみたいになってます。ミフエ、予定通り茶会に潜入してくれ。それとなくミュウの居場所を聞き出すんだ。まずは穏便にな。話し合いで肩がつくならそれに越したことはないからな。いざとなったらナルコ先輩から仕入れた情報で脅すのもいいかもしれませんね。きっと他人には知られたくないでしょうし。ひどいこと考えますね。もし何か危険が迫ったら大声で知らせろよ。
小太郎様が助けに行くからよ。さすがに緊張するな。部長、ついてきてくれたりしません？ダメかな。よし、ちょっと待ってて。ようやく来たのね。どうしたの？入ってきたら。ああ、ローズさん、ちょっと相談なんだけど。ああ、そういうこと。その彼氏さんと離れるのが嫌でだだこねてたんだ。え、彼氏？いいじゃない、恋する乙女って。夢川ポイント相当高いわよ。私たちの目に狂いはなかったわ。そう、彼と離れると私死んじゃうんで。ありがとうございます。ちょっと待ってて、スイートピー様に聞いてみるわ。オッケーよ。スイートピー様も片時も彼氏と離れたくないその闇川っぷりに大層感銘を受けてらっしゃったわ。さあ部長、相手の気が変わらないうちに行きましょう。あなたが秘密の花園に参加したいっていうこと、そのスイートハートね。私がスイートピーでーす。ごきげんよう。どうやら私たちが帰宅部だってまだ気づいてないみたいですよ。ナルコ先輩にアップされちゃった写真まだ見てないのかも。チャンスですね。それで新しいお友達のお名前は何かな？私はふみえです。何がおかしいんですか？やだ、それ本名でしょ。私たちが聞いてるのはフェアリーネームだよ。あるよね、フェアリーネーム。秘密の花園に入りたい子が知らないとは考えられないもの。え、先輩どうしましょう。何ですかフェアリーネームって、初耳ですよ。あれじゃないの、フラワープリンセスが名乗ってる花の名前。ああダリアなんてどう、ひまわりはどうかな、ミモサはどう。ダリアってどんな花ですか？どうしたの、二人で内緒話？私ひまわりです。ひまわりだって。笑わないでください、私ひまわり大好きなんです。うん、スイートピーは可愛い名前だと思うな。よろしくね、ひまわりさん。なんとか乗り切った。特別参加のスイートハートさんにも何か名前が欲しいよね。ねえあなた、好きな花の名前を教えて。あ、俺も答えられるんだ。そんなものをマンドラゴラあったらこっち選ぶしかないわな。マンドラゴラって抜くと死んじゃうっていう、あれ？ずいぶん変わったゼンスね。まあいいか、よろしくね、マンドラゴラさん。やばい、スイートピーですらも動揺している。さ、じゃあ座って二人とも。早速お茶会を始めましょう。準備はいいかしら。ではダーンと召し上がれ。いただき。
ね。そのマカロンは私のよ。取らないで。ひまわりちゃんたちも遠慮なさらないで召し上がれ。いい加減にして。だからデブなんて大嫌い。デリカシーなんかまるでなくって、人に迷惑かけてもお構いなしで、食べることしか頭になくて、見境なくガツ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 豚みたい。そのくせ似合いもしないくせに、そんな服着て周りの人を不快にさせて笑われてるってわからないの？気持ち悪いの？迷惑なのよ。そう、さては現実のあなたはおデブさんなのね、ミフエさん。バカ言わないで。私はあんたたちみたいなって気づいてたの？当たり前じゃない。あなたたちがローグだってことくらい最初から気づいてたわよ。一生懸命だから遊んであげたの。そんなことより、プリンセスへの過剰な反応、あなたも一緒なんでしょ。だから直視できないんでしょ。そんなに本当の自分のこと嫌いなのに、どうして現実に帰ろうなんてするの？こうしてメビウスにいれば、その可愛らしい見た目のまま美味しいものをいっぱい食べられるのに。だから一緒にしないでってば。あんたこそ実は油ぎっしょなデブ男なんでしょ。知ってるんだから。あ、油ぎっしょって油って油ぎっしょって言うな。スイートピー様。嘘嘘嘘、なんで、どこでした。話が違う、全部消せるんじゃないの。消えろ、消してやる。そんなの知らないよ。世の中そんな都合よく全部なかったことになんてなるわけないでしょ。あなたはここで好きなだけ食べてればいいじゃない。私は絶対現実に帰る。ちゃんと現実でご飯を食べたいよ。ふざけるな。お前なんか時の身勝手な考えで、みんなの世界の幸せを壊すな。いい加減夢から覚めなよ。そんなのまがいものなんだってば。知ったふうな口を聞くな。俺にはメビウスしか認めてくれる場所なんてないんだよ。結局こうなっちまったか。しょうがねえな、俺が助けてやんよ。穏便にはいかなかったですね。二人とも大丈夫？先輩、ミフエちゃん、みんな。私としたことが取り乱しちゃった。どうやらお仲間もお揃いのようね。好都合だよ。どちらにしても現実の私を知っているあなたたちを生きて返すわけにはいかないもん。私はメビウス一のファッションリーダー、メビウスの可愛いを作っていく存在なの。決して油ぎっしょなデブ男なんかじゃないわ。まとめて踏みつぶしてやる。よくも俺のスイートな夢をギトギトにしてくれたな。絶対
私は現実に帰る。邪魔しないで。さあということでレベル21ですね。一応張り合えるぐらいのレベルなのかな。ある程度上げといてよかったです。もう最初から使ってっていいんじゃないかな。そっち行くのか。決めます。やってやるぜ。そうだな。行くわよ。どこまで行ける？終わりだ。苦しまずに行けると思わないね。半分超えてくれたらいいかなっていうぐらいのつもりなんだけど。あ一旦でやっちゃったんだけどありがとうございます。ちょっと夢かわいすぎて一旦で倒してしまいました。ありがとうございます。場所を聞き出せませんでしたね。俺は花からこんな作戦無理があると思ってたぜ。やっぱり部長を変えた方がいいんじゃねえか。せっかくオスティナートの学士を見つけたってのに振り出しに戻っちまったな。なあケンスケ、他の学士のことはなんか知らないのか。どこにいるかまではちょっと。リーダーはソーンっていう女の子でしたけど、いつもどこだかわからない薄暗い場所にいたし。ソーン？ん？何かしら。ねえ、ちょっと来て。どうした？これ見て、スイートピーが落としていったみたい。何かのチケットの切れ端みたいですね。物語？物語の前で切れてるからよくわからないけど、映画かしら。これ、なんとか物語ってことよね。スイートピーが落としていったなら、あいつを追う手がかりになりそうだな。調べてみるか。うん、ミフエちゃんの頑張りを無駄にしないためにもね。出てきた。
もう出待ちもいいとこ。あ、忘れてた。ちょっとケンスケくん、よくも私にガセネタをつかませたわね。あーて、それどころじゃないんだった。あ、そっか、なるこちゃん、そうだったね。そういえばそうだったね。ちょっとみんな、これ見てよ、これ。厚生労働省の発表によりますと、幽体離脱症候群アストラルシンドロームの患者が急増している模様です。これって現実のニュースですか？うん、よくわかんないけど、ここ現実の世界じゃないんだよね。だったら私の体って今どうなってるのかなって気になって調べてみたらさ、幽体離脱症候群は6年前に初めて症例が報告されて以来、日本国内だけで患者が増え続けている奇病です。患者は心ここにあらずの状態となり、与えられた食事の摂取や排泄など生存に最低限必要なことはできますが、学業や仕事は一切手につかなくなり、社会生活に著しい支障をきたします。理化学研究所や各地の大学病院による MRI や脳波測定を用いた臨床研究によりますと、患者は起きている状態でも夢を見続けているかのような脳の状態にあること以外、原因や治療方法などは判明していません。この症候群を発症したと思われる人々の長期休職や休学は社会問題にもなっており、長引けば長引くほど社会復帰が困難になることも指摘されています。また一人暮らしで発症したと思われる患者の事故や餓死による死亡例も報告されており。餓死とか、マジかよ。あのね、サブロー2が入り浸ってるサブロリアンの掲示板見てみたら、二条院静香もこの症状らしいんだよ。これって私たちも同じでさ、この世界に閉じ込められた人たちのことだよね。まあ、多分そういうことですよね。多分そうでしょうね。私がここに囚われる前からニュースになっていたけど、まさか自分がそうなるなんて思ってなかったわ。早く帰らないと。琴乃から話は聞いてたが、死人まで出てんのか。夢を見たまま死ねるんなら本望ってやつもいるだろうが、ここはごめんだな。大人にならなくて済む楽園だと思ってたけど、何もなさないまま死にたくはないですね。なあ、現実の体が死んだらどうなるんだ？メビウスからも消えちゃうよ。魂を持たないものはメビウスに招くことはできないんだ。ということは、ここにいるみんなはまだ全員生きてるってこと？よかった。一時現実を忘れられる遊園地みたいなつもりで作ったのに、こんなことになっちゃってごめん。このままここにいたらヤバいよね。実況のことは謝るから仲間に入れてくれないかな。お願い、この通り。はあ？誰のせいで俺らのことが学士にバレたと思ってんだ。ダメダメ。それに関しちゃお前も同罪だろ。それに入部を認めるかどうかは部長さんの仕事だぜ。そうですよ。スイートピーさんの正体が分かったのもナルコ先輩のおかげですし。困ってる女の子を見捨てるの？おい、どうすんだよ。ね、全然 OK だけど。やったー、ありがとうみんな、感謝感謝。いや、仲間はね、多い方がいいですからね。よろしくね、ナルコちゃん。よろしくお願いします。また女子が増えましたね。よろしくお願いします。俺はどうなっても知らねえからな。それでそれで、次は何するんです？部長、ナルコちゃんにスイートピーが落とした切れ端について調べてもらったら？